はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストに続きやっていきたいと思います。晴天企画だから、前回ね、ここだね、戦歴で、なんとこれだ。ジアクトの、結晶の投影のね、対抗手段を探るために、錠剤の泉にあるリティアナ像にはめろと言われるね、錠剤の宝石。ゴールデンスライムみたいなはめろって言ってんだけど、どこだっけとか言っててね、晴天区画の隣か。ここだ。全然関係ねえ場所行ってたんだ、前回。だけどね、あ、ここじゃねえなぐらいで終わったけどね、結構な時間になってたんで、まあ、今回新しいマップかなと思いますけどね。多分反対だよ。あ、あったあったあった、こっちだ。このマップさ、行ったことあるんだけど、ああ、どこかなって、まあ、行ったことない場所もあるけどね。だから新マップだったら新キャラ、新モンスター期待できますよね。楽しみですね。まあ、それがあるにしろないにしろ、ボスだけなのかわかんないけどね。近畿中の近畿って言ったよね。天聖教の。すごいよね、それもね。ここだ。飛べないんだっけ？あ、飛べない。スパエル。すげえ、なんか顔がすげえ。え、なんだって、ルティアナ様の像にその宝石をはめてみろって天使長が言ったんだって？なるほどな。あれはそのためのものか。ルティアナ様のローブの下の方に謎のくぼみがあって、不思議だったんだよ。はい。両手で抱えた水が、目から清らかな水が湧き出している。はい。ルティアナ像にある小さなくぼみに錠剤の宝石をはめ込んでみた。どうなんの？まさかここにこれほど大掛かりな仕掛けが隠されていたとは驚きました。奥に進んでみましょう。新マップでもないの？お、あら、天使長が代替わりしてご挨拶にいらしたのかしらと思ったのだけれど、どうやら違うみたい。ここに天使長以外の方が来られたのは何年ぶりのことかしら。あなたは一体？私の名はテトラル。天使の故郷、とこしえのゆりかごの民の最後の生き残り。とこしえのゆりかごですが、我らがとこしえのゆりかごから旅立ったのは、はるか昔のはずでは？ええ、そう。私はその時からずっと、この身を蝕む呪いの結晶と共に生きているの。結晶と共に生きる唯一の存在、それが知れればおのずとジアクトの脅威についても知られてしまう。それゆえ代々の天使長たちは君のことをジアクトと共に禁忌として秘匿していたというわけだね。テトラル様、ごめんなさい。よく意識が飛んでしまうの。結晶と長く共存しすぎたせいで意識まで侵食されているのかも。君はジアクトの結晶に侵されながら生きている唯一の存在だ。その理由が分かれば奴らへの対抗策になるだろうね。どうして君だけが生き残れたか、何か心当たりはあるのかな？あの日はどこまでも晴れた空が美しい日でした。
あの、テトラル様？ああ、ごめんなさい。また眠ってしまったみたい。私はルティアナ様の神殿に仕える巫女で、トコシエのゆりかごが侵略されたあの日も泉でみそぎをしていた。トコシエのゆりかごにあった泉はルティアナ様の神器を受けた聖戦。神殿に入る前はそこで身を清めるの。みそぎをしていたのは私一人だった。そこにあの呪いの光が降り注ぎ、皆が次々と結晶となる中で私だけが生き残った。もう何もかも忘れてしまったのに、あの日のことだけは今も鮮明に覚えているわ。ルティアナの神器をたたえた水か。おそらくそれが鍵なんだろうね。彼女は全身泉の水で濡れていた。それがジアクトの光線で結晶化するのを防いだんじゃないかな。ルティアナ様の神器をたたえた水なら今通ってきた錠剤の泉にもあります。その水があれば試してみる価値はあるだろうね。錠剤の泉の水を調べてみるとしよう。テトラル様、辛い記憶をお話ししてくださってありがとうございました。これ飛んでない？記憶、あ、記憶じゃない、意識。気が遠くなるほどの長い間転生することもなく、ただ一人生き続けることは想像を絶する過酷な運命だったと思います。ですがテトラル様がいてくれたおかげで、ジアクトに対抗する方法が見つけられるかもしれません。レクタリス、いえ、そんなはずは。ごめんなさい、私の気のせいね。ジアクトに挑んだ者は皆死んだわ。どうか気をつけて。なんだレクタリスって、なんか聞いたことあんな。おお、びっくりした。ああ、そうオンラインだ。先生、そうオンラインなんだよこのゲーム。結晶化の兵士ね。なるほどね。進化の儀の前にみそぎをした時から感じていたんだが、やはり泉の水から神器のようなものを感じるね。女神には会ったことがないから特定することはできないが、おそらくこれが女神ルティアナの神器なんだろう。だとしたらテトラル様と同じようにこの泉の水を浴びておけば、塔の光を浴びても結晶化を防げるのでしょうか。それは難しいだろうね。ですが同じ錠剤の水では。彼女はその身のほとんどが結晶化していた。泉の水を浴びただけではジアクトと戦うことはできないだろう。そんな、何か手立ては。この壺に泉の水を汲んでくれないか。はい。ありがとう、助かったよ。これだけ泉の水があれば実験するには十分だろう。これを持ってフォーリオン外郭のクスシの家にいるサワディエルに会いに行こう。彼には
ラダガートの魂を復元する手立てを探っている時にも協力してもらったんだ。彼は私に借りがあるからね。今回も喜んで力を貸してくれるだろうさ。さてまだ行けないな。でも行けるぐらいまでは進めたいよね。うん、新マップではなかったな。でも絶対あそこの中とかダンジョンだもんね。行けるとしたら絶対見たことない敵と思うよ。絶対っていうかもう絶対いる。いるに決まってる、ね、楽しみですよね。で、サワディエルだっけ、あれが何、オーリオン外角の、違う、危ない危ない。なんだ、ホーリオン外角の、まあ、トベッカーの聖剣企画、待って、どこだ、ここだね。家の中飛べんだ。おん、揃ってお出ましては嫌な予感だぜ。するとホステイルが笑顔で事情を説明し始めた。ジアクトがホーリオンの空に宣戦布告をしてきたのは君も知っているだろう。私たちはその戦いに向けて準備をしていてね。それで君の力が必要になったわけだ。この錠剤の水から凝縮した神経を取り出して体にまとえるようにできないかな。凝縮した神経を取り出すか。悪いが俺は混ぜるのは得意なんだが、抽出の方は辛口なんだよ。見たところこの水から神器だけを取り出すのは超高度な錬金術が必要だぜ。俺の抽出技術はとてもとても高度な錬金術といえば、ポッコの姉は確か優秀な錬金術師でしたよね。しかもエテーネの村に研究室を構えたとか。ポッコの姉ならきっとあなたの頼みを聞いてくれるでしょうし、エテーネの村まで行ってみませんか。ならまずは凝縮した神器とやらをこの水から取り出して持ってくるんだな。そっからは俺が薬に加工してやるよ。なるほど、ポッコの姉ね。今の私は天使によって仮初めの肉体を与えられたに過ぎないんだ。仮初めの肉体では天聖教の外には出られないから、そちらの準備は君にお願いさせてもらおうかな。おや、アストルティアで私を見かけたことがあるって顔してるね。それは現時点での私ではないとでも言っておこうかな。私は旧友の回復の様子でも確かめに行ってくるとしよう。それじゃあ頼んだよ。だからそうだよね。そう言うとホステールは、クス氏の家から出て行ってしまった。だから要は今のホステールがね、今現在のホステールね、これがね。で、今まで会ってたのが、いろんな時代飛べるじゃん。エテーネの民でもないのに、あの人。ね。だいきなり銀の扉から出てきたりさ、ね、500年前にもいたしね。まあ、500年前の人なんでしょうけどね。それで、フルコさんは名も長い長い、年月を経てようやく自由になれたんですよ、あの方は。でね、新エテーネに戻ってこれてね、もう万歳万歳万万歳なんですよ、この方は。よし、はい、不思議な姿目にカスタム衣装を登録するの、ああこんなんだ。おしゃれカタログに登録されている装備品に限ります、ご注意ください。ああ、ドレスアップ屋にいるんだね。はい。あら、ぼっこ、調子はどう？私は少しずつ新しいエテーネの村に慣れてきたところよ。はい。姉に、錠剤の湖の水を渡して、この水からルティアナの神経を抽出してほしいと頼みますか？はい。はい。姉に、私、これまでの経緯とルティアナの神経を自ら抽出してほしいと頼んだ。なるほど。あんたはまた大変そうなことに巻き込まれてるってわけね。それだけみんなから頼られているんだろうけどさ。くれぐれも体には気をつけてよね。まあ、そうは言っても、あんたのことだからそんなに心配はしてないけどね。で、この水からルティアナの神器だけを抽出したいってわけね。難しそうだけどやりがいがありそうだわ。錬金術っていうのは基本的には全く違う物質同士を混ぜ合わせて調合するための技術なのよ。だから今回みたいに物質を分離してその一部を取り出すっていうのは錬金術の中でも高度な技術が必要なの。もちろんこの私なら楽勝だけどね、半端じゃないよね。それじゃあまずは私特製の錬金釜に錠剤の泉の水を入れてっと。あとはそうね、暗黒のかけらと虚無の粉塵を混ぜ合わせて錬成すれば神器だけを分解できるはず。姉が錬金釜に次々何かを放り込んでかき混ぜると錬金釜が強く光り始めた。
すげえね、さすが古子さん。うん、いい感じよ。さて、位置上がるよ。さすが、女神ルティアナの新規ね。すごく澄んでて、綺麗な、化粧になったわ。ふふ、イルーシャにどこか似たような気配がするのは、彼女が女神ルティアナの寄り代だったからなんでしょうね。はい。これだけ高密度に凝縮したルティアナの神器を体にまとえば、大抵の悪しき者は跳ね返せるはずよ。ジャグ沼だけでもあれだけ強かったのよ。その同胞っていうなら相当に凶悪だろうから気をつけてね、僕は。そうだよ。そうだよ。そうなんだよ。一回倒したからって倒せるわけじゃないんだよ。あの時はみんなの力借りたんだってね。もうオラに元気分けてくれ状態だったんだよ。ね。それであんだけ強かったんだから。また遠いな。ここから、ああ。はい。お、どうだったよ。錠剤の泉の水から神経は抽出できたか？はい。おお、本当か。あの水から神経だけを抽出するのは相当難しい芸当のはずだぜ。はい。この方の姉が錬金術を使って、見事やり遂げてくれました。やあ、皆お揃いのようだね。結晶の準備が整ったようなので私もお邪魔するよ。それじゃあ新規の結晶をサワディエルに渡してくれないか。こいつは見事な技術だ。あの水からこれほど純粋な結晶を抽出しちまうとはな。面白い。これほどの技術を見せられちゃ俺だって黙っちゃいられねえぜ。出来上がるまでそこで待っててくれ。これまでで一番神経を使う調合になりそうだ。はい、サワディエルが調合を始めると室内にキラキラと光が舞い始め、心が現れるような心地がした。そして夢見心地のまましばしの時が過ぎた。よし、出来上がったぞ。つくづく自分の才能が恐ろしいぜ。さあ受け取れ。名付けて錠剤の生成薬だ。これは新規の結晶を俺の超技術で薬液と調合して飲み薬にしたものだ。そのままじゃ取り込めない女神の神器を飲むだけで体に吸収できるように加工したってわけだな。だがあの結晶の量じゃ数人分が限度だ。それ以上調合するにはもっと大量の結晶が必要になるぜ。今の作り方だと手間がかかりすぎて他の英雄たちの分まで作るのは大変そうだね。ジアクトとの決戦の時が来るまでにまだまだ改良が必要そうだ。そちらの方は私とサワディエルが引き受けよう。おい、勝手に決めんじゃねえよ。お前これ以上俺をこき使おうとは、いい加減天使使いが荒すぎんだろ。ふん、そうか。では君に頼まれたアストルティアでしか手に入らないあれこれはもう不要ってことかな。うわー、ちくしょう。わかったよ、やってやるよ。100人分でも200人分でも同じ効果のある薬を量産できるようにすればいいんだろう。話が早くて助かるね。もちろん私も手伝わせてもらうよ。その薬は君たちが飲んでくれ。党への対処も一刻を争うだろうからね。その間に薬の方は改良しておくよ。ええ、わかりました。では共にこの薬を飲みましょう。はい。お、体の底からじわじわと暖かい光が湧き上がってくるように感じる。懐かしくて優しい。忘れていた何かを思い出したような不思議な感覚です。これがルティアナ様の神器なのでしょうか。薬を飲んでも問題はなさそうだね。これで君たちは今、理論上は塔の光を浴びても結晶化しないはずだよ。よかった。これで
バドリー岩石地帯南の調査が再開できそうですね。今度こそ塔に向かいましょう。はい、ということでね、ボッコさん、オンラインのボッコさんはね、健在だね。まあ、端っこで飛ぶんだけど、今回ここまでにしようか。ね、何でしたっけ、あれ。天聖教の禁忌中の禁忌に触れたということでね。まあ、その流れで、まあ、新モンスター会えっかなと思ったけど、ダンジョンではなかったね、さすがにね。禁忌中の禁忌の中にさすがにいないか。でもなんか、このゲームはいてもおかしくないからね。じゃあ、端っこで飛ばしていただいて、ね。ここだね。でも、ルーラストーンで目の前で登録できたけどね。まあいいでしょ。普通にこれで飛んでこれんもんね、目の前にね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。はい。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。